羽生結弦選手の世界選手権での活躍が注目され、フィギュアスケートも今シーズンも終盤になってきました。羽生結弦選手のファンブログでもいろいろな予想をされていますが、ここで注目したのは彼のいつもそばにいる戦友です。彼の動画でもその戦友は羽生結弦選手のすぐそばにいて、ブライアン・オーサーコーチと共に常に彼を見守っているのです。その戦友はいつも彼の横にいて、羽生選手の心の支えとなっているかけがえのない存在です。残念ながらあのソチ冬季五輪では彼は認められず、競技を見守ることができませんでした。その戦友とは羽生結弦選手の大好きなプーさんです。プーさん大好き羽生くんはよく知られており、中国で行われたフィギュア世界選手権の男子ショートプログラムでは滑走後のリンク上がすごいことになっていたのもご存知でしょう。羽生くんといえばディズニーキャラクターくまのプーさんが大のお気に入りで、彼のそばにはいつもプーさんの姿が見られますね。上がり症だというが、プーさんの落ち着いた表情を見ると気持ちが落ち着くんだそうです。羽生くんも緊張した時にいつも変わらないあの表情を見るとリラックスできると語っています。ソチ五輪2014では国際オリンピック委員会がロゴや商標の扱いにうるさいため、ソチ五輪では自重したが選手村には連れてきていました。羽生結弦選手が試合の時必ず持ち歩いているプーさんのティッシュケースは、今回の世界選手権でもその横にはプーさんの姿が見られました。いつもプーさんと一緒で、羽生結弦選手は重圧のある中で自分の最高の演技を披露してくれているのです。あの羽生くんをいつも見守るティッシュケースのプーさんはよく見かける心和む光景ですね。試合前の選手にとっては鼻をかむのにティッシュは必需品で、2011年頃から所持しています。羽生結弦選手のプーさん好きを知ってのことか、怪我復帰後の上海での演技終了も大変な状況になっていましたね。今シーズンの自己ベストとなる高得点をマーク。流血の惨劇と化した因縁のリンクが花束と大好きなプーさんのぬいぐるみで埋まった。ネットの反応でもまさか上海で最多数記録が出るとは、羽生もすごかったけどプーさんの数が本当すごかった、プーさん虐待やん、羽生結弦さんのショートプログラムの演技後の光景、何これチン 100K やな、羽生選手滑走後のリンクにプーさん投げ込まれすぎわろた、羽生くんが滑った後のプーさんがやばい、羽生くんのおかげで絶対プーさんの売り上げ伸びてるよねと、この試合後中国のニュースサイトによるとプーさんは山積みになっていました。羽生結弦選手はこれからもブライアン・オーサーコーチともにプーさんと二人三脚で極限の世界へのドラマを作って我々に感動を与えてくれるでしょう。